今回は日本 G メン後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。脚本は久義武、監督は松田貞嗣です。音よを杉村春子が、高子を市川春代が演じています。市川春代の婦人警官、なんかいいよね。そうだね。この作品は日本 G メンシリーズの第1作目なんだよ。全部で何作あるのかしら。5作かな。東横映画で2作、東映で3作作られたらしい。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。警視庁の方だがね、19日の日にこの男が訪ねてこなかった。一向に存じませんけど。しかしこの先の長谷川古着店まではちゃんと来てるんだからね。当然ここにも来てるものと推定されるんだが。いえ、19日には私一日中うちにいましたけど、その写真のような方はお見えになりませんでした。絶対に嘘は申しません。はい。他に家族は？ございません。私一人でございます。上がってもいいかね。ええ、どうぞ。主人も君がやるのかね。ええ、私以前舞台の女方を務めていましたので。おお、女方の上がりかね。どうりで邪魔したね。どういたしまして。何か聞き込みがあったらすぐ知らせてくれたまえ。はい。だいたいこういう道順を経てこの長谷川古着店に来たのが4時10分。そこで約30分ほど調査して東の方面に向かったのが5時ちょっと前だったと言います。ところがあまり遠くないこの村岡古着店には白石君は姿を見せていません。うん、距離にして約半丁、その間に白石君の姿は消えてるんです。うん、でこの長谷川古着店には何か怪しい点はなかった？全然ありません。うん、しかもこの主人は盗品の発見に協力して3度も表彰されてるんです。村岡古着店の方は？ここも大体怪しい点はないんです。うん、何しろこの主人っていうのが女形崩れの安男で。うん、女形崩れ？いうところの変態です。盲点だ。え？いや、これは一つの仮説だがね、白石君と君がある先入観にとらわれていたとしたらどうなんだ。例えば女形崩れの安男が殺人なんかできるはずがないという。多分白石君はその先入観に煩わされていたんじゃないかと思いますね。うっかり油断しているところをグッとやられた。そんな気がしますね。うん、いやー、それも一理ある。川森君、徹底的に調べてみよう。はい。こんばんは。村岡さんいませんか。こんばんは。留守らしいですな。つながったな。やばいね、開けよう。はThank you.
独り者の所帯になぜあんな大きな漬物だろうがあるんだ。それですよ。僕も今その不審を感じていたところなんです。まだ手をつけてません、うん、最近買い込んだものらしいですが。下敷きがめり込んでる。最近掘り返した形跡があるぞ。ご苦労様の鉢形です。苦しかったろうな。大体予想した通りの悪い結果でした。村岡という古着店で白石君の死骸が発見されました。死の原因は絞殺です。犯人は逃亡しました。母には私から申します。ジョージはもうこの世にはいないでしょう。何を泣くの。泣いてなんかいる時じゃありませんよ。お母さんはね、ジョージが刑事になったその日からジョージの命は皆さんのものだと思ってました。公僕だもの、社会のために命を捨てるのは当然ですよ。泣くのをよしなさい。江藤さん。は。勝手を申しますけども、
犯人が見つかるまではジョージの告別式はご辞退いたしますよ。お疲れのとこご苦労ですけど、皆さん力を合わせてしっかりね。わかりました。おい清華、お前いくら黙っていても帽子はやがて固められる。物的証拠も続々と上がってくるんだ。手間を取らせないで男らしく事実を話したらどうだ。せっかくですがその時に願いましょう。確実な帽子は固められ、確実な物的証拠が上がった時にね。不適されないよ下前。そんな不適されがいつまでも続くもんじゃない。そうですか。ちょっと黙りましょうよ。おい清華、君の部隊長は何て名前だ。部隊の人員は何名。あの村岡雄二と君とはどういう関係にあるんだ。おい、いたまえ。金森さん、この時計の番号は肉眼ではわからん程度にすり消されてありましたが、顕微鏡でそれが判明しました。ご覧ください。74447。おい清華、君が自動車ギャングで強奪した時計がここにあるぞ。用意してくださいよ。私が自動車ギャングだという直接証拠はどこにあるんです。そうかい。君はまだそんなこと言って強情張るんだね。別に強情じゃありませんわ。いくらあなたがそうおっしゃったって知らないことは知らないんですよ。しかし君は清川と恋愛関係があって小アパートにかれこれ二月ばかり同棲していたじゃないか。ええ、それは確かにそうですけど、でもだから私が清川のことは何もかも知ってると言われちゃ大層迷惑ですわ。じゃあ君は清川のことは何も知らずに恋愛したのかね。ええ、清川は5131歳、それだけのことしか知りませんでしたわ。下前。どうしたの。どうした。白状した。なかなかどうしたんだ。名前優しい相手じゃないよ。江藤君、そっちはどうだい。ベラベラよく喋ってはくれましたね。要点は絶対につかませないんですよ。だいぶ知ってたかもんだな。いや、そうでもないらしいんですがな。どうも誰かに口止めされてるらしいんですな。古川君。君はキャバレーは詳しいが、秋月直美について何か知ってることはないか。知らないな。モナコの売れっ子だってことは聞いたかな。江藤さん、その秋月さんって方に一度会わせてくださいません。私二人っきり話してみたいと思うんですけれど。いいでしょう、どうぞ。この部屋にいます。私少年二課に勤めている平石孝子です。秋月さん、あなたご兄弟が終わりになる。終わりになるんでしょ。ええ、国の方に弟が二人いるわ。そう、あなたその弟さん可愛いでしょうね。無論だわ。私だって人の子よ。そうでしょうね。なぜそんなことを聞くの。いえね、私にも兄が一人ありました。それがどうだとおっしゃるの。兄は捜査第一課に勤務する刑事でした。私にとってはいい兄、母にとってはたった一つの希望の星でもあったのです。その兄が最近殉職したのです。捜査の都合上発表はまだ差し控えられていますけれど、兄は村岡という古着店から死体となって発見されたんです。捜査一課の推定では村岡は清川さんと同類ということになっていますね。だから私もその同類だとおっしゃりたいの。いえ違います。私そんなことを追求するためにここへ参ったんじゃありませんのよ。私はね、兄の死を犬死にさせたくはない。兄のためにも母のためにも兄の殉職を意味のあるものにしたいと、ただそのこと一つのために参りましたの。こんなことを申し上げてどうかと思うんですけど、兄はどちらかというと理想家肌でした。特に犯罪を憎みました。犯罪のない社会、悪徳のない社会、それを夢見て日夜励んでいました。妹の私がその兄の冥福のためにもこの事件の解決を一日も急ぐのは当然のことでしょう。秋月さん、お願いです。あなたの知ってらっしゃることみんな私に聞かせてくださいませ。ね、お願いです、秋月さん。ダメよ、ダメ。
メだわ。そんなことをしたら私殺されるわ。殺される？生きていられない。きっと私殺されるわ。あなたは口止めされてんのね。脅迫されてんのね。それなら大丈夫。警察はそのためにあるんですもん。いいえ、ダメ。絶対にダメなんです。秋月さん、あなたは光に背中を向けになるおつもり。繊維から真中をそらして、犯罪と悪徳の暗闇の中へご自分から身を投げ入れるおつもりなの？許されませんわ。あなたご自身のために絶対に許されませんわ。ねえ、おっしゃってよ。あなたに沈黙を強要するのは誰なんですの？ねえ、誰なんですの？金森警部はどちらでしょうか？あの席です。あ、どうも。キャバレーモナコの支配人、本間福次郎でございます。押田公用専務、押田金蔵と申します。ご用件は？あ、ここでもございませんが、果実の暴行事件を実は示談に願いたいと存じまして。示談？あの、皆さんちょっと。しばらくお待ちを願います。何です？秋月さんは口止めされてるんです。ある男に脅迫的に沈黙を強いられているんです。誰です？それは曽我部定一です。ん？曽我部定一。え、すると今の時代の口も。あ、念のためにお聞きしますが、あなた方に示談を申し込んできたのはどなたなんです？あ、それはお隠しになさらんでもいいでしょう。曽我部定一がそんなに恐ろしいのですか？曽我部定一があなた方に示談を申し入れ、もしも引かれなかった場合はと脅迫的言辞を弄した。そこであなた方はやむなくここへやってきた。そうですね。あ、そうです。よろしい。あなた方のご迷惑にならぬようしかるべくやりますから、今日は一応お引き取りください。あ、何分ともによろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。課長、曽我部定一に対する逮捕状の発令を申請願います。え、曽我部？彼は目下追及中の犯罪集団の有力な一員です。直接証拠があるかも。今のところありません。必ず発見されます。それについては我々特別捜査班員が全責任を持ちます。ぜひとも逮捕状の発令をお願いします。よろしい。手入れはいつ？今夜です。あ、予備隊本部。あ、本部ですか？あ、土崎です。今夜は全員待機をお願いします。どうぞ。諸君、万一の場合全責任を持つのは誰でもない僕だ。この土崎が一心に欠いて全責任を持つから思う存分にやため。いいか？はい。どうでした？不在だよ。一昨日から帰ってこないぞ。すると他に隠れがあるはずだ。河野君、曽我部の女関係洗ってくるため、キャバレーモナコ行くと分かると思うが。あ、どうだね。このまま張り込んでみるか。そうですね。誰だ？誰だ？僕だよ。なんだよ、こんなところで何をしてるんだよ。もう君、特大を取るために君たちの後をつけてきたんだよ。しかしね、これはね、君にもみんなにも理解してほしいんだ。いや、今夜の僕の気持ちはね、単に特ダネを取るというだけじゃないんだ。反面社会人としての義務を履行したいんだ。我々に協力したいって言うんだね。そうなんだよ。チラシ君のためにも手伝いたいんだ。じゃあ早速君に聞くわね。君は曽我部の女関係知らないかい？もう知ってると思う。知ってる？うん。実はその女には僕もちょっと夢中になったことがあるんだ。去年モナコのナンバーワンだったサリーっていう女ね。その女を今年の春、反強制的に曽我部が囲い物にしたんだってさ。
その女の住所を知ってるかい？確か本庄方面だと聞いていたが、詳しく私だな。本名は分からん。いやいや、知ってるよ。小松が花って言うんだよ。小松が花。清川も清川だけど、おめえもお前だ。何もデカをろくにかけることはねえじゃないか。だけど舞台長、あの場合しようがなかったんですよ。まさかと思ったのに、なしを感づいたんですからね。ろくにかけれる人間はないじゃありませんか。そんというのがよ、なしはあんまり手元に長く置いとくからだよ。例のとおり早く運んでしまえ、こんなことにならないじゃないか。だけど舞台長。口答えすんな。おい、東川、伝令だ。え、みんなに今夜、例のとこ集まるように言うんだよ。え、これどうだ。え、お前、トラックの三段をつけろ。トラックをどうするんだよ。梨を履くんだよ。なんとか今晩のうちに始末をつけてえと思うんだよ。そんなヤバい事態になってるんですか。そうとばかり思わねえがよ。警視庁にだってバカばかりいねえんだ。清川か村岡の一件から必ず紐をつけてくるに決まってるんだよ。だけど部隊長、清川参謀は恐れ入ったってわけじゃないんでしょ。まあ今のところはな。しかし警視庁がこんなに長い間清川を抱いてるのは俺には気に食わねえんだ。奴らなんか感づいてるぞ。徳川と部隊はこれで解体ですか。まずそういうことになんねえ。俺はしばらく地方へでも吹けるよ。嫌だわよ。誰が地方へなんか行くもんですか。じゃあお前は東京にいなよ。生きていたくなけりゃな。何してんだよ、早く行かねえかい。えい。あ、ここへ連絡するんですか。こっちじゃねえ、あっちだよ。え、警視庁捜査一課の者ですが、館内に小松が花というものはおりませんか。小松が花ですね。そうです。確かにここにいるんだね。あ、いるはずです。いや、ありがとう。捜査大工の者ですが、館内に小松花というものはいませんか。小松が花ですよ。見当たりませんか。小松が花ですね。そうです。ありましたよ。小松川さん、連邦ですよ。連邦ですよ、小松川さん。連邦ですよ、小松川さん。小松川さん。小松川さん。はい。警視庁の者です。何をなさるんです。警視庁の者です。花ちゃん。古川さん、ネタ上がってんだ。何もかも吐いちゃったのいいよ。君、曽我部定一はどこにいるんだ。村岡英二って男はここに隠れていたろ。どこ行ったんだ。あのちゃん、私が密告したんじゃないってことを証明してくださる。ああ、もちろんです。じゃあ言いますわ。曽我部と村岡は高価生命の焼け跡の地下室に行ってます。そこが舞台の集合場所なんですの。東川はどうしたんだろうな。遅いじゃないか。きっと柴田のとこで手間取ってんでしょ。もう来ますよ。おい、トラックどうしてんだ。2時ってことになってる。山下、保証船の方は大丈夫だろうな。はあ、絶対に大丈夫です。
めたんです。手錠ない。手錠が外れねえって。じゃ連絡してくれたまえ。
向は女だぞ。武器を捨てろ、武器を。白石君、安心して目をつぶってくれたまえ。犯人は全部逮捕したよ。お母さん、お気の通りです。ご苦労様でございました。上司もどんなにか喜んでおりますでしょう。おばちゃん、僕も昨夜お父さんに手紙書いたよ。そりゃよかったね。読んでみて。どうぞ。お父さん、僕が悪いことが分かりました。僕を迎えに来てください。僕は帰って一生懸命勉強します。そして大きくなったら僕は警官になり。大きくなったら僕は警官になります。警官になります。ジョージのことが分かってくれたのね。分かってくれたんだね。
君は全力を尽くし現に最善を戦っておられる。しかしながら道は無限、一日に生起する諸々の犯罪は諸君の一層の奮起を促してやまないのである。どうか諸君、白石刑事の栄誉ある墓標を諸君の協定に刻んで、一切の凶悪、一切の暗黒と戦ってくれたまえ。白石刑事の生前のあの揺れみなき精進、たゆまざる努力を諸君の今後の信条として、一切の悪徳者、一切の没責存在に挑み、その一層を期してくれたまえ。あらゆる犯罪の撲滅、これこそ社会に対し、国家に対し、正義そのものに対する諸君の我々の義務である。クライマックスの犯人集団との対決、見応えがあったね。うんうん、銃撃戦や爆発などアクション要素が満載だったわ。そうだね。泥だらけになりながら犯人と戦う江藤は、タラオ番内シリーズの藤村泰蔵とは違った味わいがあってよかったな。確かに藤村泰蔵の戦い方はなんかスマートな感じだもんね。うんうん。他に何か感じたことはある？おとよを演じた杉村春子がよかったな。わかる。ストーリーがわかりやすくて見どころが結構あったので飽きずに最後まで見れたわ。確かに1時間ちょっとで見終わるところもなんかいいよね。うんうん。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。